こんばんは、こんにちは、サンデーレーシング一口話の、重賞解雇、今回は皐月賞の解雇です。まあですね、まあ皆さん、的中された方もいらっしゃるかと思うんですけども、私の予想提供はですね、本命が新エンペラー、対抗が名将タワル、黒三角がレガレイラ、星がね、ジャンダルマンタルとジャスティン・ミラノ、白三角にコスモ・キランダというところだったんですけども、まあ見事に、不的中という形になりました。まあね、一つまあこういうね、レコード決着57秒1、しかもね、コースレコードってね、いうところ、まあ、皆さんご承知のように名将タワルがね、1000メートル57秒5ですか。まあ、これでね、逃げたらね、パンサラッサじゃないんでね、失速するのはね、至極当然。で、2番手のね、グループが、はっきり言うと、イーブンペースで、平均ペースでいってるんですよね。だから、川田騎手のね、ジャンタルマンタルとすれば、自分のね、ペースで逃げてるのと一緒なんですよね。まあ、その直後にね、戸崎騎手、ジャスティン・ミラノがね、つけた、というところで、まあ、正直ね、名将タワルのね、浜中騎手がね、バカ逃げ、というのもね、表現はあんまり良くないですけども、まあ、2コーナーでね、抑え込んでくれて、なんとかね、ペースを落とせればね、まだしもね、そのままのペースで、行ってましたんで、これはね、一つ要因とすれば、ダノンデザインはね、馬体検査で、スタートが遅れて、ゲート入りもね、この馬自身、ごねてましたんで、そういった意味でね、かかってしまったのかなという気はしますよね。いろいろ馬のね、気性の問題もあるし、まあ、仕方ないにせよね、ちょっとね、まあ、なんて言うんでしょうね、不可解というかね、ちょっと勘弁してよという感じですよね。一週前にね、ジャスティン・ミラノ、普段からね、友道厩舎、調教をつけてるのは、幸田騎手だっていうのはね、事前の情報にもね、入ってましたし、今回ね、お知らせしたんですけども、浜中騎手もね、藤岡幸太騎手とはね、同期なんですよね。まあ、そういった意味でね、石橋調教師もね、名将で、皐月賞を勝っていますし、まあ、何よりね、オーナーさん、松本オーナーがね、かなりもう高齢ですからね、やはり最近なかなかね、クラシック挑戦する、なんていうのかな、馬が出てきてないんでね、十分明治に仕上げてきてるという情報も入ってましたんでね、対抗評価にしたんですけども、ダノンデザイルのね、調教、スタート、ダノンデザイルのね、件で遅れてしまったのがね、なんかね、嫌な感じをしましたよね。まあ逆にね、ダノンデザイルがもしそのまま走ってたら、箱を起こさずそのまま出て出れば、もしかしたらあんなペースにならなかったのかなっていう気がしますよね。はい。モレーナ騎手はね、8番手から馬群を縫ってね、来たというところで、ラフィアンのね、馬がね、これだけ走るっていうのはね、素晴らしいですよね、ビッグレッドファームでね。ある意味、騎手の腕なんじゃないかなと。前回のね、弥生賞では、途中からまくっての勝利だったんですけども、今回はその、ある意味その平均ペースだっていうのをね、2番手以降は平均ペースだっていうのを踏まえてね、直線入るまで動かなかったっていうね、モレーナ騎手なりのね、
トップジョッキーの判断が生きたんじゃないかなっていう気はします。まあ、あの一番人気になったねレガレイラはね、あのかなりね週始めからね、疑問を持ってまして、不安視したんですけども、まあ、やはりね4コーナー10番手以内がね、鍵となったかなという気はします。まあ、アーバンシックもねもう少し早めにね動かしてればジャンタルマンタルをかわすところまではね行ったのかなという気はしますけどね。はい、まあ、あとはねエコロバルツもね、道中最高峰近くから上がり最速ですか、それで来たんで、やっぱりね、これもねおそらくダービー行くと思うんで、早い上がりでね今回折り合いがついたっていうの良、かったんじゃないかなって気はします。まあそれにしてもね萩厩舎新エンペラーね、まあ正直ダービーでは僕はきついなと思っていましたんで、まあ、ここ勝負だろうと睨んだんですけども、まあねダービーが重馬場になればね新エンペラーも出番があるかなと気はしますけどね、両馬場のパンパンでね2分22秒台のもし決着になるようであればね、まあかなり厳しいんじゃないかなと、まあ、4コーナー6番手からね、ジャスティン・ミラノを追いかけていったんですけども、やっぱりね切れないんですよね。じりじりしか伸びないタイプなんで、まあ、京都2歳もそんなような感じで、ホープフルステークスもそんなような感じだったんで、やっぱりねあのパワー勝負の馬場が合うと考えてもいいかなと思います。まあ、それにしてもね JRA としてはね、なんというのかな、土曜日のね時計とね日曜日の芝の時計が全くね乖離してまして、土曜日ね一勝クラス3歳の一勝クラスの 2000m でねスローペースだったんですけど2分1秒台なんですよ。ところが日曜のね8レース4歳以上のね2勝クラス牝馬限定戦でね、2000m、こちらがね1分58秒にかな、なんていうのかな、まあ極論言うとね、まあ確かに土曜のね、競馬に関して言えば相当数だったこともあるんですけど、実際その 1200m のね、2勝クラスの競馬でもね1分9秒台なんですよ勝ちタイムが。で前半もそれぞれに流れたんで、ちょっとねこの JRA のねあの G1 当日にねあの朝にねローラーかけるっていうね、悪い習慣が出てるような気がしますよね。実際これねジャスティン・ミラノとか1分57秒1で走ってしまったんで、まあこれ厩舎サイドとしてもねケアが大変じゃないかなって気はしますよね。まあね特にね新エンペラーなんかはねこんな速いタイムで走ったことないわけですからね、まあその辺ね足元の不安っていうのもね当然出ると思いますし、ちょっとこの辺はね JRA もねその G1 当日になるとなんか馬場を速くするようなね傾向っていうのはやめていただきたいなと思いますよね。馬のね足元のね、負担もね増えると思いますしね。まあね今回出た馬でね故障が出ないことをね願ってますけどね、まあまあ何らかの形で出てくるんじゃないかなとは気はしますね。はい、まあそれにしてもねモレア騎手今回来日してね、まあ阪神牝馬優勝、そして桜花賞も優勝、そして、ね、土曜のアーリントンも優勝と、まあ、皐月賞もね2着ということです。まあね G1 重賞をねどん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 勝ってくるということなんでしょうね。まあ、やはり、ルメール騎手がいないとね、やはり目立ちますよね。まあ、そういうわけですね。まあ、
皐月賞をね、振り返ると、まあ、ダービーはね、当然、ジャスティン・ミラノ、コスモ・ギュランダがね、上位人気になると思うんですけど、まあ、アーバンシックはね、あのダービーではね、ぜひ注目してもらいたいかなと思います。まあ、ジャンタル・マンタルはね、おそらくどうなんでしょうね。まあ、社内レースホースとしてもね、最近ダービー出てない馬がそんなに多くないんで、まあ、もしかしたらね、マイルカップ行くかもしれませんけど、まあ、ダービーに出すんじゃないかなって気はしますけどね。まあ、おそらくね、ダービーに出るようであれば、川田騎手はね、別の馬乗るんじゃないかなって気はします。まあ、レガレイナがね、どうなるかっていうところはあると思うんですけど、まあ、同じ木村厩舎でね、チェルビニアがいますんで、おそらくチェルビニアはオークス、レガレイナダービー行くんじゃないかなって気はしますよね。北村騎手での乗り方ではね、こんなもんだと思うんですよね。ルベール騎手であれば、ある程度ポジションを測って、まあ、操縦するような形になると思うんでね。ルベール騎手はね、まあ、おそらくね、オークスから間に合うんじゃないかなって僕はね、そういう希望的観測を持ってますけどね。まあ、そういうわけですね。で、まあ、一言ね、まあ、藤岡騎手のね、事故に関して言うと非常に残念なんですけども、なんかね、土曜日、日曜日の阪神のダートを見てると、なんか騎手全員がね、意識的に3、4コーナーでね、動かなくなってんですよね。で、そうすると4コーナーまで、先頭を走ってる2頭、3頭がね、後続を4コーナーで引き離すっていうね、事象が非常に目立ちました。まあ、変にね、通達が出てることはないと思うんですけど、まあ、騎手それぞれがね、なんか、意識的になんかそこでね、追い出していくのをやめてるような気がします。まあ、そういう形でね、阪神のそのアンタレス・ステークスも的中はできたんですけども、なんかね、重賞らしからぬ、ね、前に行った3頭で決まってしまうっていうようなね、感じでしたよね。まあ、逃げた馬が潰れて、2番手、3番手にいた馬で決着してると。いうことで、まあね、一つ、ビクティファルスはね、なんか、馬っ気出して、外へ、大きくよれてしまって、競馬放棄してたみたいですけどね。まあ、そういうところで考えると、まあね、今後ね、今週から開催代わりですけども、東京、京都で、まあ、コーナーがね、きつくないんでね、阪神のようなね、前がね、直線向くまでね、追わないような競馬はね、見せてほしくないなって気がします。以上で、皐月賞の回顧の方を終わると思います。ではまた、今週はね、フローラステークスのね、ポイント見解でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。